か、ボーナツカ古墳は、山梨県甲府市仙塚にある古墳。六世紀後半の横穴式石室を持つ円墳。山梨県指定史跡、か、ボーナツカ。県中部、甲府盆地の北縁部に位置する。奥秩父山地の近方山から発市南流する荒川砂岩の関係者地に立地し、仙塚地区と湯村地区の境界付近にあたる。荒川は、甲野市との境界を南東に流れ、 荒川洗浄地や中石地から、盆地北園にかけての一帯は、横穴式石室を持つ、後期古墳や古墳群が濃密に分布する。現在は市街化により、多くが消失しているが、千塚の地名が示す通り万寿森古墳や湯村、山古墳群など周辺にも多くの古墳が分布し、北部には、県内最大級の石石塚である、天草古墳がある。 甲府盆地底部は河川の氾濫源にあたり安定的定住が困難な地域で、弥生時代から古墳時代にかけて遺跡は盆地周辺の丘陵地域や自然堤防、尾高地上などに分布している。荒川線上地では弥生後期の榎の木田遺跡があり、近接する海の市南部には弥生中期の金納遺跡が県内で代表的な弥生集落として知られるが、弥生時代から 古墳前期までの遺跡は少ない。弥生後期から古墳前期には盆地内縁の曽根丘陵に東海地方経由で先進文物を導入し、4世紀後半には大和王権の影響を受けた前方後円墳である海長静河古墳や丘、長静河古墳などが出現し、古墳中期には中道勢力が衰退し、中小規模の古墳地区像が盆地各地へ拡大する。 盆地北園では、塩部遺跡や榎ノ木大遺跡など方形修工房を伴う五世紀、前半から集落遺跡が見られ、六世紀代には横穴式遺跡室を持つ古墳の築造が開始され、虎来人の寝室も見られている。また、荒川右岸地域では、松の尾遺跡など、この時期の集落遺跡があり、赤坂大地には、赤坂大古墳群が出現し、か、 ボーナツカ古墳はこれら勢力を背景に成立した名主墳であると考えられている。律令成果ではこの地域は、駒群と山梨群の境界に近い駒群、青沼号に否定され、荒川右岸地域は、松のお遺跡や天狗沢がう後から仏教遺物も出土しており、駒群における重要な地域であったと考えられている。6世紀後半から7世紀の甲府盆地では、か、 ボーナツカ古墳を中心とする甲府北西部勢力と、ポンチ東部にあたる笛吹市八代町のバーツカ古墳を中心とする三坂勢力の大地状況が想定されており、か、ボーナツカ古墳やバーツカ古墳の存在から両勢力の均衡が古代の群合性の確定にも影響していると考えられている。対正初期頃に撮影されたか、ボーナツカ古墳。当時は、 全面が、桑畑として利用されていた。か、大夏か古墳の存在は、古くから知られており、江戸時代には1601年の仙塚村県知町や、海野国の総合地事である、海野国史にも記されており、金塚、鎌塚、神塚などの古障で呼ばれていた。戦後の1969年には、墳丘その補修工事が行われ、工事に先行して、 青山学院大学教授の吉田昭一郎による発掘調査が行われている。また、翌1970年にも石室入り口の修理工事に際して測量調査が行われている。紛糾は二大構成で、付近石が施されており、埴輪が並ぶ。内部主体は、右肩袖型の横穴式石室で、真南の方向に開口している。 石室溶剤が大型化する6世紀後半の古墳で、石室規模では、笛吹市三坂地域のバーツカ古墳に次ぐ。横穴式石室は、中国や朝鮮半島に見られる母星で、単層母の縦穴式石室に対し家族母であると考えられている。日本には4世紀末から5世紀初頭にかけて、九州に出現し、5世紀後半代には、紀内においても見られる。 中部地方では5世紀末から出現し、県内では、万寿森古墳や小塚古墳が最古で、バー塚やか、ボーナツかはそれに次ぐ。出土した、副葬品は、末期のほかガラス製小玉のほか、内光家門橋、新住橋、打竜橋の三橋が発見されたと伝わるが、所在が不明。ほか、立や立て、歯に悪いでは機材派には、馬型派には、無人派にはなど、 出土した埴輪の態度分析によれば、分析資料11点のうち10点にはほぼ同じ。蘇生で赤色粒が多く含まれ荒川、塩川の貸し岸球から採取された黒富士火山、噴出物であると推定されており、貝型土器などの弾き類とも共通している。1点には、加工岩類が多く含まれ、曽根丘陵など他地域から持ち込まれたものであるとも考えられている。 出土品の一部は山梨県立高校博物館に所蔵されている。ありがとうございます。